皆さん毎度毎度、はい、定例会ね、マダム先生ね、ライブノーブルなんで嫌いなんですか。なんで嫌いなんだろうねストレートに聞かれるとね、なんかマダム先生をなんかいじめてるみたいな言い方になっちゃってるよね。廃盤にしたいとかねライブノーブル結局ね、かからないんだよ。確かかかんなかったと思った。で、遠赤ぶっ込んで、うん、変なことすると毛先がチリチリになるんだよね、かからないからってね。だ、本当に紙質を見極めて使わないとかかんないっつうの。だ、ライブノーブルは本当に一部のお客様のための薬であってね、万人向けじゃないんだよね。で、非常に狭い範囲でしか使えなかったような気がするんだよね。だからそれね、誰にでも使えるように、うまくやってるのがマダム先生家の、お父さん先生だよね。だ、うちはもうそれね、そういうことまでやってまでってなっちゃったんで最後ね。やっぱね、我々仕事でやるとね、やっぱり薬はね、扱いやすくないとね。で、あと簡単、これが一番だよね。で、そんなんでやっぱり使わなくなっちゃったんだよね。で、なんだかんだってこうやって喋ってるうちにね、粘性がある薬は毛先への二液不良が起きやすいっていうのは、あれミルボンどう考えてるのかね、そこちょっと聞きたいけど、まあ明言はしないだろうね、ミルボンもね。あれ、逆にロット外してからよく二液を揉み込むことで毛先のパーマを取ってんのかね。だ、根元が強くかかって毛先のパーマ取るっていう感じ。二液をね、最初に入れないようにして、つかないようにしといてね。そういう狙いのあれがあるのかなって、なんかもうわかんない、はっきり言って。だ、結局うちはまあライブノブルつかなくなっちゃったんでね。でなんだかそのうち嫌いになっちゃったんだよパーマはね、簡単なのが一番で、マダム先生んちね、ロレアルの一番強い血をね、プレミアの血を、あれ暴力的な強さね、あれ買ってね、まあ良かったと。なんかね、スイッチが入ってね、なんか違うパーマ液使うともっといいんじゃねえかっていう感じ。そうなると今度ロレアルプレミアムのシスチオってね、買いたくなるだろうけど、あれはちょっと弱いかもしれないね。で、その前に自分が勧めたいな、ロレアルドゥルシアアドバンスのチオだね、緑色の袋のね、緑の袋じゃない、緑の印刷かな、白地に緑のなんか書いてあるね、 F の2ってやつだね。あれが扱いやすいね、なんでもないパーマ液ね。もちろんこの薬はね、毛染めしてる人には不適切、アルカリ毛染めの人には不適切、まあ、ヘナやってる人、ヘアマニキやってる人、高層カラーの痛みってちょっとわからないけどね、アルカリヘア剤による痛みがない人にはそのロレアルデュルシアドバスの治療がいいんじゃないかな。本当にね、つけて多分ね、今まで遠赤入れてたようなパーマの書き方してるとね、本当にね、3分とかね、巻いただけでかかるかもしれない。2分とか3分とかで、馴染んでくると5分ぐらいで大体落ち着くんじゃないかな。でもね、楽だよ、そういうパーマ。リキッド状の薬剤、クリームじゃなくてね、普通に液体の薬を、髪の毛ちょっと濡らしといてね、で、ぶっかけて、で、巻いて、一液かけて、キャップして、かかってるから2、3分、1分、下手したら1分でかかってるよ。1分から5分ぐらいで様子見て、2ヶ月おきにかけてる場合の方ね、初めてかける人はやっぱりちょっと時間かかるけどね。ほんで、あとは、かかってたら2液かければ OK？ うん、2、3回かけて、あと外せば OK？ 楽だよ。これこそね、高齢化美容師はね、持ってこい。楽なパーマが一番。余計な神経も使わねえで、技術も使わねえで、頭も使わねえで、まあ、バカになるかもしんないけど、楽なパーマがいいよね。あと CMC に関しては、プレジウムの CMC とかシスケはね、毛染めしてる人専用だと思ってね、アルカリ毛染め専用のパーマ液ね、まあ楽なのがいいよねはい、お疲れ様でした。